ってきた。爪さネイルしてたらなかなか手の反応が悪くて今やっとできました。皆さん、お話し会の受付が12時までとなっておりますが、皆さん会いに来てくれますか？撮ってくれましたか？まだの方は撮ってくださいね。最大枚数まで申し込んだよ。ありがとう、ありがとう。いつ会えるかな。皆さん、いつ撮ってくれました？いつのやつかな。こんにちは、こんにちは、おはよう。お仕事中ありがとう、ありがとう。昨日久々見たけどありがとう昨日そうですね、 N の公園にお邪魔したので、確かに N にね、おしめんさんいてはる方とかやったら久しぶりに公園でお会いした感じかもね。ぜひ M の公園も来てください。楽しいですよ、みんなで手拍子するところとか。あとは何やろうな、盛り上がる曲が多いので、ぜひね、他のチームに推しメンさんいてはる方も遊びに来てください。たまにはみんなで待ってます。ピンクかわいい、ありがとう。いつもピンク着てるカレンです大好きやね。こんにちは、こんにちは。それピンクで思い出した、衣装考えないとな、頑張ろう。右でリモート会議を聞きながら左でこっちを聞いてる。わろた、ありがとうあ、ありがとう、みつき。くまちゃん忘れとったわ。ちょっとじゃあ投票モードにします。猫も小判ありがとう、くまもありがとう。ごめんね。ぜひ皆さん、ギフトのパワーを今はオンラインお話し会にぶつけてください。ごめんね。すごい、右でリモート聞きながらカレンの聞いてくれてるのね。お話かおすすめの日程はありますか？おすすめね、でも今やっぱ一番最初に会えるのが10月2日と1日と2日なので、ぜひこのね、最初に会える日を抑えてほしいなって思います。早く会おう、早く話そう。初めてしっかりカレンタのショールーム来れました、ありがとう、ありがとう。受付中ですよ、お昼12時までですのでね、よろしくお願いします。テロップ打つのがな、手がちゃう字を押してしまうんですよね。OK、 いけた。お昼の12時まで、もうちょっとで終わっちゃうので、ぜひポチポチしてね。全日程申し込み完了、黒豚さんありがとう。一番多く会いに来てやあと25分いてくれてる、よろしくお願いします。お友達とかもぜひ誘ってみてね。まん延御礼計画、もう前代未聞のスピードで目指してますので、まずは10月1日2日そしてね、年内ラストのお話し会で会える12月10日11日もいかがですか？結構11日の7部とか撮ってくださる方多いかな。あと2日も多かったような気がします。ありがとう、待ってるわよ。みんなツイッターで教えてくれるからさ、こんな日撮ったよとか、すごく嬉しいです。いっぱい教えてや。最大3枚しか申し込めないんですかって聞いてくれてる。必ず行けるとこ申し込んで、お、絶対来れるところはもうてんこ盛りを抑えとってくださいね一日中カレンと喋ろう。ちょっと3時15分からにはなっちゃうけど、その日の3時15分からはハラカレン祭りで握手会も再開してほしいね。え、そうですね、まだね握手できないもんね。確かに、あとみんなのコールを聞けるようになりたい、早く劇場で。寂しい、いっぱい来てくれる。初めてリアル申し込んでみます、ありがとう、楽しみや。
11月5日と6日はねリアルお話し会、ミニワンピースにロングブーツの日もありますよ。あとショートパンツにショートブーツもあるし、来てください。両方789部の11月5日と6日です。あとはマーメイドスカートのノースリーブだったりニットも来ます。なんで来て、あ、チュンちゃん、チュンちゃん来てよ、話そうよ、待ってる。そういえば6期までは交流しているんか、そう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 だよ。だから寂しい、もう慣れてきちゃったのもあるけどね。リアルも申し込んだよ、ありがとう。関東でもリアル実施してほしかったね。えそれね、本当に残念。よかったら大阪まで会いに来てください。それかちょっと交通費とか大変っていう方はオンラインでもお話し会してますのでね、交通費いらないのでその分たくさんオンラインでお話ししましょう。こんな感じで画面に映ると思います。でみんなはみんなの顔を、彼も見れるんですよね、来てくださると。そう、今はみんなのお顔見えへんからさ、よかったら来てください、お顔見せてお疲れ様です。お疲れんたん超絶かわいい彼、うんって叫びたい、嬉しい、待ってるね。え早く聞けるようになりたいな。オンラインってイヤホンした方がいいですか？なんかたまにね、あのイヤホンしてもらった方が声がめっちゃ聞き取りやすくなる時がある。でも逆にイヤホンさしてるから声が聞こえへん時とかもあって、なんか接続の調子によりそうやけど、いつでもお試ししながら来てください。聞こえへんかったら聞こえへんって言うから大丈夫ですよ。カレンタンが頭から離れないです、ありがとうもうそれはもう原カレン神推しですね、今日からよろしくお願いします。みんな撮ってくれたかな、どの日撮ってくれたの、この1日2日かな。お話し会募集中なんですか、そう今日のねお昼12時までであと20分くらいしか時間がないんですけど、そうお話し会があるのも年に何回かしかないので、ぜひこの機会に気になってくれたらポチポチしてお話ししましょう、待ってます。追加してきた、ありがとう、神推しになりますってくれてる、よろしくお願いしますありがとう、あと少しだよってくれてる、あと少しだよ、夜中に悩んで追加した、ありがとう、楽しみいっぱい来てください。1日2日清楚なお姉さん、片見せピロちゃん、レーザーコーデちょっと大人っぽいコーデだったり、エロミ服の日もあります。もう前オレになっちゃったら皆さん剣取れなくなるので今のうちですよお待ちしてます。来てやー、みんな今お昼休憩かな。そうあとね10月1日は前日までがあの周年のコンサートねやってますので、コンサートの感想なども1日2日いっぱい待ってますね。昨日あのアンダーガールズのお衣装を作らさせてもらうこと決まったんですけど、そのお衣装の披露もあるかもしれないのでまだ分からんけど、彼も何でも聞いてへんから分からんけど、でもありそうよねもしあったらね、その時の感想とかも聞きたいので撮っといてください、直接いっぱい教えて、これ好きやったとか、うん、いっぱい褒めてくれるのも楽しみにしてますよろしくね。ほんまやーって言ってる、そうやねん、次の日やねん、だからいっぱい聞かせてください。ユニフォーム着ていこうかな、ユニフォームの日も作りました。10月29日の5、6部、3時15分から4時半からの部は皆さんのスポーツのユニフォームを着てきてください。推しメンさん紹介してください、スポーツの教えて。でその時間カレンはちょっとちょいスポーティーなコーディネートしようと思ってます。
カレン大賞嬉しい、ありがとうありがとう。昨日送ったマバメとか届いてるかな。届いた。今年周年いけないからお話し会に積むね。うわっ、いっぱい積んでください。もうほんじゃてんこ盛りでよろしくやで。いっぱい話そう、待ってます。10月2日申し込むね、待ってる。1日2日よろしくお願いします。グッドモーニングカレン、グッドモーニング。届いてるよって聞いてる。ヤッホー、ありがとう。いっぱい会いに来てくれますか皆さん。待ってますよ。お昼ご飯も食べに行っちゃったかな。みんなコメントカレン読んでるで、みんな待ってるで。今日からまたオリックスと直接対決ですね。ねえ、今日あるね、オリックスの試合。頑張れ頑張れ、勝ってほしいな。リアル追加してきた、ありがとう。みんなもうマックスマックス申し込んで彼に会いに来てね。よろしくやで、よろしくー今日もお仕事ですか。衣装もお話し会も頑張ってね、頑張る。ありがとうアミリちゃん、モバメ届いてて安心しましたありがとう。今日も一日頑張りましょう皆さん。もうみんなお昼ご飯食べに行ったのかコメントしてくれへんくなった。もうみんなこんにちは、ハラカレンって言いますNMB48 チーム M のキャプテンでございます、原かれんですオンラインお話し会お昼12時まで受付中ですので、今配信見てくださっている皆さん全員来てください強制です、来てください。お申し込み待ってます今ラーメン食べ終わった、ラーメン食べとったん聞いてるだけで癒されるよ、ほんまかいりなちゃん、みんなみんな分かりました。今見てくださってる方全員来るんですよ、分かりましたか来てや。もうあの、あれ誰だろうこの子って思ってはる人も来てくださいそう、お待ちしてます。もうこれはご縁ですので来てください。金曜なのでカレーです。わっ、カレー食べんの、いいな、絶対美味しいやん、いいないいな。夜から仕事だよ、頑張って頑張れ。はーい行くねって言ってる待ってるよ、嬉しい。みんな返事してくれるようになった、ありがとう。わかりました、絶対来てよ皆さんぜひ10月1日2日最速で会える日となってるので、この日も待ってますよ、よろしくお願いします。年内ラストは12月10日と11日、そして11月5日と6日はリアルお話し会がございます。可愛い子で用意してますよ。あと11月26日はいい風呂の日、お風呂入る前とお風呂入った後、さあどうなるのでしょうか、来た人にしか分かりません。そろそろ配信終わりますありがとうみんな、クリスマスにピロピロをもらおうと思います。チェックした、ありがとう。そうクリスマスパーティーもするし、クリスマス最後はデートで終わるからね。でサンタとトナカイもあるので来てください。はい、ピロピロの現場から以上です。今回の枠いっぱい申し込みました、ありがとう。カッチーさんありがとう。前俺の部が出ますよね、みんなお願いよろしくやで、いっぱい会いに来てや、頼ます。ほいじゃみんなまたね、ありがとう。ルームメイトがもしこ抜けた、最高。ルームメイトさんありがとうありがとうね、こんにちはこんにちは。うん、なんか言った、またね、こんにちはこんにちは。マイオレピロピロありがとう、またねまたね、ありがとう。頑張るね頑張る、
お昼12時までの受付、皆さんよろしくお願いします。頑張るぞー、今日も頑張ってね。ありがとう。あと10分くらいを残して終わるので、皆さんご応募よろしくお願いします。ありがとう、ありがとう、ありがとうね。ちょっとついていくからね、よろしく。髪押しでよろしく。その残り10分は残しといた方がいいよね。配信ありがとうございました。ありがとう、また来てや。もうちょっとだけしとこうかな、あと3分くらい。今日も頑張ってね。頑張る、ありがとう。みんな追加してくれますか？ポチポチしてくれますか？ありがとう、ピロピロ、ありがとう。冷房つけずに頑張ってます。やば、つけなさいつけなさい、熱中症になるで。私追加する、ありがとう、待ってるな。ありがとう。こんにちは、こんにちは。お昼に癒しの時間をありがとう。ほんま？ありがとう、こちらこそ嬉しい、そんな風に言ってくれて。カレンちゃんにお願いされたら追加するしか。いつもありがとうね、会えるの楽しみにしてるで。あのタコちゃん持ってきてなタコちゃん見せてくれるの楽しみにしてる。こんにちは、こんにちは。うん、もう申し込んでくれた山下さん、ありがとう。当たりますようにやな、会えるの楽しみにしてます。そして満員御礼の部が出ますように。ゆるか仕事頑張れる、応援してます。頑張れー、彼も頑張る。人見知りやからリアルで会えるの今から緊張してる。大丈夫嬉しいね、こう緊張してもらえるっていうのも嬉しいことですね。ジェンニーちゃん申し込みました、ありがとう、最高や、ありがとう。まもなくお話し会受付12時までです。初見さん大歓迎、1枚からいかがですかって言ってくれてる、ありがとう。ぜひ来てね、こんにちは、こんにちは。申し込んだよって言ってくれてる、ありがとう。ポンちゃんありがとう。10月1日と12月10日申し込みました。あと11月5日お、ありがとう、いっぱい来て。みんな待ってるよ、大阪の方はリアルも来てね、遠くても来れるよって方はぜひリアルも来てね、大阪の人も絶対来てください大阪 ATC ホールなので、はい、大阪の人も絶対来てください。そしてね、遠い方もオンラインがこんなにもたくさんあるので、ぜひ撮って会いに来てください。待ってます。Have a nice day! Thank you! Have a nice day! 昨日しっかり申し込んで、ありがとう。また公演も来てな。最速会いたいので、10月1日は申し込んで、ありがとう、本人。いつも来てくれるもんね。1日と2日があるので皆さん来てください。マイオンレの部出ますように、いっぱい10月1日と2日お申し込みしてね。リアル多めに撮りました、ありがとう。遠征してくれるもんね、横浜から来るよ、ありがとう。気をつけて来てな。こんにちは、応募完了してます、またね、ありがとう、楽しみにしてますね、めっちゃ楽しみ。大阪じゃなくて関西出といたら、ほんまや、じゃあ関西の方は絶対リアルお話し会取ってください関西の方は絶対来てください、待ってますこんにちは、こんにちは。おすすめの日は10月1日と2日ね、1日はライブの次の日ですので、
昨日ねお衣装作らさせてもらうことも決まったので、もしライブで披露があったらお衣装の感想だったり、あとはねライブの全部の感想とか聞きたいです。アンダーガールズのライブもあるのでいっぱい聞かせて。1日と2日最速で会えます。みんなのパワーをください。みんなが会いに来てくれることがすごく大きなパワーで、絶対に選抜復帰したいです。関西じゃないんでオンライン撮ります。お、ぜひ。そうだね、あの交通費かかっちゃうから、交通費の分もぜひ、その分もたくさんお話し会来てください。ありがとう、いっぱい待ってるで。みんな1日と2日だよ。あとは12月10日11日も年内お話し会で会えるラストなので押さえててください。こんにちは、こんにちは。みんながどんどん会いたくなーれー、お話し会取りたくなーれー待ってる、みんな、みんな頼ます。お昼12時までなので、もうちょっとでもう10分切りました。えらいこっちゃや、みんなえらいこっちゃやで、急いでポチポチしに行ってやもうしてくれてるみんなありがとう。もう限界マックスまでお申し込みよろしくお願いします。マイオーレの部増やすぞー、えいえいおー。そう、ツイッターね、これやってて、ツイッターね今お申し込みのできるところに飛べるリンクを貼っておりますので、ぜひ皆さんそちらをポチッとして、カレンと会える日程ポチポチ券を押さえてください。お願いします。こんにちは、やっほー。もう終わるで、おいしよう。皆さんお話し会会いに来てね。今日めっちゃさ花粉とかすごくない？くしゃみ止まらへんのやけど、もしかして誰かカレンの噂してた？もうそのレベルでくしゃみが止まらへんねん。ちゃむずむずする。花粉症の方一緒に頑張ろう頑張ろうね。マックスピロちゃんしました、ありがとう。みんなもマックスピロちゃんしてくださいカレンのところにマックスで会いに来て。ではでは、そろそろ終わりまして、みんながポチポチしてくれることを願っておりますのでね、早めに終わりますね。お昼12時まであと5分皆さん待ってます。来てや。もう受付期間終わったら受付できやんくなるので、皆さん10月1日2日年内会えるラスト、12月10日11日そしてリアルで会える11月5日と6日よろしくお願いします。他の日も大歓迎やで。満員俺の部がいっぱい出ますよね。皆さんよろしくお願いします。それではちょっとバタバタでしたが、みんな見てくれてありがとうございます。良い一日をお過ごしください。今日も頑張ろうね。えいえいおー、またねー、待ってるよー話し会。